漫画湘南爆走族がついに映画になりました。人気の秘密はおなじみ小学5人組、江口くん、明くん、丸川くん、原沢くん、桜井くんたちのかっこよさ。バイクを飛ばす姿もバイクを走らす時のスピリッツも断然私たちの憧れです。この映画は 80% がオリジナルな物語だけど、もちろん原作のイメージや精神がしっかりと活かされています。その上に小学5人組の派手なアクションが重なって魅力はグーッとアップ。私たちの青春グラフィティとしてみんなにいっぱいに自慢したい映画なのです。部長なんてヤンピコンピ、ヤンピコンピは許しません。ヤンピコンピのヤンピコンピ。ねえ、それやきもち。そう、やったね。この映画の中に出てくる若者たちはよくいるタイプかもしれない。そして物語には恋の要素もあります。私は清水美沙です。この映画の中で津山よしこを演じています。とにかく私とそれから私たちはこの素敵な映画の物語を演じるために頑張りました。映画が初めての私は軽い気持ちでやるぞなんて思っていたけど、映画に出ることがなんだか重大なことのように思えてきて、とても緊張もしました。おそらく他の人たちにもそんな思いがあったかもしれません。私はこの映画に出たことでたくさんの素敵な人たちと知り合うことができました。とても新鮮な体験でした。それは私にはとても嬉しいことだったのです。私たちはこの撮影をどんな風に楽しんだのか、そして私たちはどう変わっていったのか、また映画というものは一体どうやって撮影が進められていくのか、私たちはこの映画をきっかけにしてこれから何をしていくつもりなのか、映画湘南爆走族の魅力のすべてを皆さんにお見せしようと思っています。ご覧のスポンサーがお送り、皆既日食の日にやってきたオードリー2。この植物に餌を与えてはならない。リトルショップオブホラーズ。サイクリングサイクリング、ヤッホーヤッホー。こちらお石様でっかいです、どうぞ。こちらネギに同じです、どうぞ。ヤッホー、皆さんもジャイアント、グリコジャイアントコーン。さあ宇宙へ飛び出そう、不思議の国へ。私たちの映画湘南爆走族はまずオーディションから始まりました。ああ焦って出てきた、頭ボサボサだ。アキラポマード持ってねえか。あ、ロッカーに入ってますよ。競馬ポマードいいんでしょ。何お前、ポマードって柳屋だよ。 A ちゃんも使ってんだろ。いや、競馬ですよ。俺あれが気に入って3年間使ってるって知ってるでしょ。ダメだよアキラ、競馬なんて品のねえポマード使ってるから眉毛が太くなっちゃった。何言って、ロックンローラーのポマードって言ったら競馬ですよ、競馬。ダメだよダメだアキラ、競馬なんて品のねえポマード使ってるから眉毛が太くなっちゃうんだ。関係ないっしょ。なんすか、柳屋なんて落語家みてえなポマード使ってっからみんなに笑い振りまいちゃうんすよ。このオーディションでは誰もが不安でいっぱいだったはずです。だから嫌なのよね。その中でどうやって一番キラキラするものを出せるかが勝負だったのです。えがって江口くんがたまにわからなくなるな。そうかな、要するに彼らの字そのままって気もするけど。これじゃ単に目立ちたがりの暴走族よ。でもあの子たちだって別に自分から頼んで取ってくれって言ったわけじゃないんだし。あの子は案外みんなと同化できるから大したことじゃないのよ。関西は私が津山よしこ役に合格したのは自分の力とお祈りをしたおかげもあると今でも思っています。そして
それぞれの役も決まりました。小爆二代目リーダー江口洋介くん。寒いですけど、すごい夕日が綺麗なんで、いい質問です。楽しみです。小爆親衛隊長石川明くん。ひょうきんライダー丸川角次くん。ダメじゃねえ。なんちゃってね。もっとひょうきんな原沢よしみくん。僕は旗持ち大出やんでベラボーめヘイヘイ小爆大行くぞ小爆レッツゴーヘイヘイ宝石30円小爆の不思議桜井真嗣くん。グレングレンそれではその間グレングレン俺のことをグレングレンって言ってくれ。地獄の軍団総長権田二毛作。権田二毛作の役に関しては自分ですごい彼の性格とキャラクターを分かったつもりなんで極力漫画に近づけようっていうのが今回テーマなんですけど。手芸部の花三好民子さん。やっぱりやったことない役だし初めての映画っていうのもこうあるからねだからそういう面ではすごい勉強になったと思います。そして津山よしこ私です。漫画やビデオの津山よしこのファンに期待に応えてそして今回この映画の津山よしこのファンになってもらえるように頑張りたいと思います。映画湘南爆走族は随分とあちこちにロケーションして撮影が行われました。一番の力が注がれたのはもちろんバイクの走りのシーン、それからバイクを使ったアクションシーンです。そしてこの映画のスペクタクルとなる格闘シーン作りにも多くの時間が費やされるのです。私津山よしこと江口くんの秘密のデートシーンは横浜の繁華街で撮影されました。とにかくどのシーンでもみんながすごい頑張りようです。みんなが現場監督現場で監督探しても監督見当たらないというかこう誰が監督なんで初めて来た人がこう分かんないで用意スタートかけてるのが僕で あの人がっていうぐらいのもんだと思うんですね。ただ今まで僕チーフ長監督としてやっててなんかこんな現場がいいなと思ってた現場に今なってるような気がして、みんなあの地方ロケなんか行ってこう宴会なんかやっても本当に自由に遊んでますからね。だからフリータイムフリータイムとして やれて仕事のとこは仕事のとこでこう集中できるっていうんですね。スタッフたちの姿は私にはとても興味深いものでした。ちょっと見るとみんなが勝手に動いてるようにも見えます。それぞれ自分の仕事に忙しくて他の人に気を配っているのかどうかまるでわからない。それでいて全体を見るとバランスよくまとまった仕事になっているのです。あとは演技をするのが仕事の私たちがしっかりとやるしかないのです。不思議な力を持った映画のスタッフたち、私たちは大いに励まされました。はい、物語はこうして始まります。手芸部部長でもある江口くんはクラブ活動をサボって小爆仲間とツーリングに行こうと計略を企てるのです。だから富士山ツーリングのバイトだって言ってるべ。展示会のテーマ決めなきゃ作れないじゃない。じゃあ津山さん決めてよ。部長でしょ江口くん。だから部長なんてヤンピコンピ。ヤンピコンピは許しません。ヤンピコンピのヤンピコンピ。
このボールは野球部がファールボールを探さずに放棄してしまったものなんですが、なんと皆さん一つ700円もするんですよ。700円もあれば我々がガソリン何リットルあると思ってやんで、ペトタミさんがな、シャノンで釣り開くんだぞ。まあまあまあ石川君、そんなに興奮しちゃ皆さんがビビってしまうよ。皆さん、そんな無駄を集めればアドベンチャー作動部の活動費ぐらい簡単に出るんです。そのアドベンチャー作動部って何するクラブなんですか。てめえは黙ってりゃいいんだよ。まあまあまあ石川君、いいじゃねえかよ。アドベンチャー作動部っていうのは、湘南を愛する我々が湘南の美しさを求めてさすらい、そのまま富士山まで行ってしまおうという芸術性豊かな単車による単車のためのクラブです。自転車でもいいじゃんか、うん、てめえは止まってんだよ。私たちはある面ではなるべくリラックスして演技に向かうようにしていました。出番までの待ち時間には必ずその日それぞれの話題を出し合って自分の調子を見つけ出していくのです。しますケンちゃん、ケンちゃんそっちに見えたけど似合わない似合ってみよう。似合わない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 。待ち時間にちょっと調子に乗りすぎてもシーンに入れば真面目に演技できるのが私のいいところだと自分では思っています。それに相手役の江口くん、彼は本人も役と同じ名前の江口洋介くんなのですが、とても演技のやりやすい相手です。彼は演技に入った時には鋭いほどの気を入れる人なのです。私はそう感じました。じゃあ今回の出題テーマは部長から破談になった富士山に決定するよ。賛成賛成。じゃあまず具体的なデザインを決めていこうか。季節は何だろうな。今日はこう手芸部の穏やかな刺繍をする江口洋介をずっと朝から今まで、やりましたけど、刺繍やってる時の江口洋介ってやっぱり一番純粋な江口洋介だと思うんですよ。そういう江口洋介の穏やかさをってみて、僕自身の気持ちが変わってしまうんじゃないかな、なんかそんなとこですね。物語は進んで、江口くんたち小爆5人組はなんとか富士山ツーリングをすることができるようになりました。小爆5人組を演じる彼らも5人組と同じようにバイクの走りになると燃えてたみたい。走りの中にだってそれぞれの個性があるのだから、それを出そうと力が入るのでしょう。前に止まってるタンクだ。あ、そうか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 、ごめん。前見てこうやってこうね。大事だよ、美味しくね、美味しくね。はい、ええねえよ、やめろよ。飛んだよ、お前ら。飛んだよ、飛んだよ。小爆と横浜おとぎの大きな喧嘩になる原因、それは津山よし子と江口くんのデートの時に起こります。ここでの私は演技することって何なのかもう分からなくなるほど戸惑いました。あっせえ朝の仕上がんな。紫のトサカと歩く女も女だよな。いい、私もいいかなって言って戸惑って、それで自分でこっちに持っていくような。今のは
危ない、江口こっちに来るんだ。岡崎、お坂と歩く女も女だよな。ダメダメ、それじゃ引っ張れない。江口また止まっちゃったのか。そしたら とにかく江口をここから離す。紫の戸坂と歩く女も女だよな。お父さん、ほら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 、力強い。足を出る、足を出る、見たこうだ。紫の戸坂と歩く女も女だよな。指導します。山田監督は感情を入れて演技をすることをとても大切にする人なのです。そして江口くんも私も監督のそうしたやり方が好きです。江口くんは感情を入れすぎて鼻血が出そうなんて言って私を笑わせたことがありました。でもその時は本当だったみたい。分かってるよ。いいじゃねえかよ。湘南走りてえならよ、走らせてやりゃいいべ。そいつや女たちもやられたし、ほっときゃあいつらに湘南乗っ取られちゃいますよ。俺たちはヤクザじゃねえべ、走り屋だろ。島荒らされたとか湘南走るな走らせねえなとかよ、そういうノリはヤンピコンピしようぜ。江口はね、器用ですね。それで頭いいです。で、役者としても今までやってた。で、今回の仕事をやっていく上で、一つ言うと、もう三つも四つも分かるやつで、で、そういう面では大人です。湘南爆走族二代目リーダー江口洋介です。俺はそうですね。なんていうかな、バイクの走り屋とかいろいろなことをみんなに思われてると思うけど、まあ結構自由に生きてる。俺の役を演じる江口洋介っていう、同じような名前のやつもいるけど、まあそいつもなかなか、まあそんな自由なやつではないんだけども、こうバイクも乗ってたし俺の気持ちよさもよくわかると思うけど、そいつが俺を役に演じるときにいろいろなことあって、そいつ自身吹っ切れてるんで、今までのそいつだったら俺の役はできないと思うけど、もう自分の中でこれしかないぞと吹っ切ったので、あいつだったらまあ 100% じゃないけど近いことはできると思うんです。撮影中なかなか歌とか歌えなくて、他の面でもいろいろストレスが溜まっているんで、今日は自分の中の別のエネルギーを歌にぶつけてみたいと思います。真夜中の川を走り疲れ、ガンドレールに腰掛けて、あの日俺のやりたい歌っていうのは、今まで俺が暮らしてきて感じたこととか、わずか19年間の間ですけど、いろんなことをすごい感じてるんで、そういう感じたことを歌にして、これからの自分とか今までの自分とか、自分で自分が自分を歌うみたいな、そういう歌をやりたいんですよね。
この道で小田くんも公平に山田監督の感情移入の指導を受けました。あっちでその前はお前追加する。こっちで追加する。一回みんなこっち追加して、はい、パッと止まって逆向きな逆向きに振る。見えない。じゃあ桜井もうちょっと前来て。ララ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 ラ。ダメダメダメ。ラララララララ極端だね今のな歌もだからやってるから難しいよ、うん、気持ちでやる気持ちではいこっちだからあれでこうやってララ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 ラって来たのはいでな、うん、ラララララララだからお前のでララって終わって振ってみてなじゃラララララララ今はい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 、うん、もっとついてるうんそれぐらいそれぐらいアキラはねもう本当にね子供なんです本当にねなんかこうわがまま坊主のダダ子がね現場に来たっていうぐらいでストレートなんですよねすごくねこれわかんないですよ監督わかんないですよって聞いてくるところが本当によくわかるんですねでそれを要するに知ったかぶりしないでとにかくみんなでフリートークでやろうっていうのは最初の話し合いだったんだからそれをずっとあいつが通してくれてるんですよでアキラが撮影で NG が出たりして違うなってあいつも思っててでその立ち上がりまでね時間がかかるからもう僕もだからあいつの今のそのボルテージの持っていき方に合わせたしごき方っていうんですか、うん、しごいてるってことじゃないですけどねあいつも納得してますよね石川明です俺から見た小田裕二っていうのは、気が弱いくせして負けず嫌いなやつでそれで女に弱いとこは両方2人とも一緒だと思うんですけどまあまだまだね彼も未熟な点が多いんでもうちょっといろんなことを勉強して上に上がっていければいいんじゃないかなと思ってますけど石川明はできるんじゃないですか僕の好きなゲームの一つですハードな撮影の合間にすごく演技がうまくいかなかったなぁなんて思った時には必ずねプールへ来て球をついて神経を集中させて気持ちをリフレッシュさせますそうするとねすごくことごとく挑み鶴のように舞う天下無敵の拳法ありがとうございましたファーストキッチン